てつの部屋のアニマルランド。イエーイ。今回も可愛い動物さんたちが遊びに来てくれました。はい、水木さん、よろしくお願いします。今日はベビーちゃんらしい、ね。そうなんですよ。今ベビーちゃんがいっぱいで。はい、あの夏の暑いうちはね、ちょっとベビーちゃん少なかったんで、ちょっと涼しくなってきてね、赤ちゃんが増えてきたんですけど、それでも今年はちょっとまだ遅いかな。あ、遅いですか。そうで、ね、今ね、私が持ってる子が、これがサザナミインコって、まあ、時々ね連れてきてるんですけど、それね、ノーマルカラーです。これがね、ノーマルなんです。あ、そうなんですね。そう、いつもね、もうちょっとブルーの子とかね、グレーの子とか黄色の子とかっていうのを連れてくるんだけど、これがね、ノーマルカラーで、はいはい、すごくまだわたわた。そう、でもね、すごくね、色がね、実はこうちょっとね、あ、うん、鮮やかで、いけますね。そう、綺麗なんですよ。一見パッと見ね、地味に見えるけどね、でもお目目がクリックリでね、可愛いんです。なんかちょっと大きなちゃんにも見えますね。そうだね、色がね、カラーがね、そんな感じでねえ、おとなしい、おとなしい子です。で、今まいちゃんが持ってる子が、はい、この子がね、オカメインコ。はい、そう、いつも見てるオカメインコさんとちょっと何か違うなって、はい、思いますよね。思いますよね、はい、何かがないよねって。そう、ほっぺたが、そうなんです、あの、まん丸のそう、オカメの、トレードマークのピンク、オレンジのほっぺたがね、ないんですよ、この子は。ないんですよ。そう、シルバーですごくかっこいいですよね。そう、これね、ホワイトフェイスって言って、ほっぺたがないタイプなんですけど、うん、その中でもこの子はね、パイドって言ったの、まだら模様。はいはいはい、はい、うん。なので、ね、普通のオカメインコからね、黄色の色素が抜けちゃった。はいはいはい。うん、なんで、いつものオカメってもう少し黄色っぽい感じがあるけど、黄色がなくて白になってて、ほっぺたのオレンジも抜けてしまってる子ですね。うん、で、柄の出方がね、その子によって違うので、ちょっと、オリジナル感が。ありますね。あります。で、大きくなるとね、これがね、かっこいいんです。かっこいいですよね。そう。なんか今こんなに可愛らしいのに。そう。ちっちゃい、ちっちゃいうちはね、オカメちゃん可愛いって感じが、いつも大きくなっても可愛いってほっぺたで思うんだけど、この子はね、かっこいいっていう感じになる。なんでね、オカメインコってインコって言うけど、ここの、カンウっていうトサカがあって、はい、うん。これピョンっていうね、これオウムの印なんですね。はいはいはい、はい、そう、オカメインコね、一番小型のオウムなので、そうなんで、この子見て大きくなると、うん、あ、オウムだなっていう感じがします。ね、かっこいい、おとなしい子だね、オカメちゃん。よいしょ、あとまだ今日ね、まだいっぱいいるのよね。はい、よいしょ、この子が、よいしょ、この子たちがね、マメルリハって言います。はい。もう、サイズがこの。サイズがね、この、この白の子。この子ぐらいのサイズで、一番小さなインコって言われる。はいはいはい、そう、種類、インコの中では一番小さいんですけど、もうひなちゃんの時はね、もうこの子もまだ、この子もうちょっと、アルビノの子はもうちょっと飛び始めたので、もうね、ご飯もだいぶ自分で食べれるようになったし、はい、こっちの子はまだ生後3週間ぐらいなので、こっちの緑の子が、これがノーマルカラーなんですけど、これ男の子だとね、目のところがね、青いラインが出てきたりとかして、そう、まだね、まだわかんないけど、大きくなるとね、どんな感じになるのかね、ちょっと楽しみなんですよね。青いラインができるんですね。そう、青いラインがね、お化粧してるみたいに、綺麗な色が。で、ここね、今見てもらうとか、この緑がまた、さっきの子とは違う緑で。はいはいはい、はい。うん、そう、鮮やかな。鮮やかですね。鮮やかな、綺麗な色になります。マメルリハもね、とってもよく懐く鳥なんですけど、ちょっと、独占欲が強いというか、うん、ちょっと他の子に怒りっぽい。そうそうそう。自分、飼い主さんに懐いてる分だけ、他の子にはちょっと攻撃的になるところがあるので、そう。飼うとしたら。ただ、まあ、1羽で飼った方が、まあ、その子の性格にもよるけど、の方がいいかなっていう感じはします。その方が、まあ、よく懐くしね。そう。ね、でも、アルビノちゃんがの、ね、今これ見るとすごい綺麗なんですけど。綺麗なんですよ。そう、真っ白で。真っ白な、文鳥さんにも見えちゃうんですけど。真っ白ですよね。そう。この赤、目がね、赤目なんですね、はい。この赤目が好きな人と嫌いな人に分かれるんだけど、はい、私は、いちごゼリーみたいで。私は結構。可愛いなって、うん、綺麗だなって、ね。そう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 。うん、可愛い。ね、これがマメルリハちゃん。マメルリハね、こんなに小さいのにね、寿命20年ぐらいあるんです。20年も。そう。へぇー。ちっちゃいけど、
結構ね強い。え、じゃあ20年間一緒に暮らすことができる。ちょっと嬉しいですね。そうなんです。小さい子って割と、そうですね、分譲とかだと7年から8年ぐらい、7、8年ぐらいなんだけど、よいしょよいしょよいしょ、まだまだまだ下手くそだね。ね、でこ今この子ね、よくわかる、爪を、爪がわかるかな、難しいかな、難しいかもしれない。爪の中に血管があるんです、先端に。あ、ちょっと見えた、薄く、うん、見えますかね、ちょっと、はい、そう、肉眼で見るとよくわかるんだけどね、うん、そう、これがね、あの、うん、爪切りやるときにこれ切っちゃうと血が出ちゃうんで、そうなんですよ、出血、そうなんです、パッて出ちゃいますよね。そうなんで、このね、爪、この子みたいにね、爪の分かりやすい子はいいんだけど、黒い爪の子だと、この子黒なんですよね、はい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 、だとどこからが血管なのかが分かんない、分かんないんですよね、とっても分かりづらい、うん、よいしょ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 よし、見えたか見えたか、あ、うん、でも血管は分からない、血管は分かんないけど、うん、爪が黒いのは分かったかな、爪が黒いのは分かりますね、そうなんでね、あの爪切りなんかもね、この家でやる方はこっちの色が白い方が分かりやすいかもしれない、うんうんうん、で、あと、続いて、の子が、文鳥さんですね。あ、この子が文鳥さん。そう。はい。文鳥さんね、これから、あの、これからがシーズンになってくるので、この子ちょっとね、親に可愛がられすぎて、ちょっとまだ頭の毛が。なるほど。親がね、構いすぎるとね、ちょっと毛がないんです。まだこれからね、あの、生えてくる。え、それはなんか毛をつついちゃう？毛づくろいしすぎちゃう。うん。一生懸命お世話して、お世話して、お世話して、うん。ちょっと毛がなくなっちゃう。でもこれはちゃんと生えてくるので。あ、よかった。そう、白文鳥さんなんだけどね、ちょっとね、こう、あの、グレーがちょっと背中に入ってるんですね。はいはいはい、おー、ちょっと。わかるかな？そうね、ちょっとね。はいはいはい。多分このぐらいだったら、あの、大人になったらね、全部真っ白になると思うんだけど、うん、最近真っ白い白文鳥さんちょっと少ないんですよね。あ、そうなんですね。そう、あの、ちょっとでも他の血が入っちゃうと、うん、どうしても真っ白ではなくなってしまうので、この子もずっと元をたどると、もしかして桜とか何か他の血が入ってるかもしれない、かもしれない、そうそう、チュン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 ね、ちょっと声が出たね、ね、そう、かわいい、そうで、そう、この子がね、この子とこの子でわかるかな、よいしょ、ちゃんと持って、ちゃんと持って、ちゃんと捕まって、こっち、よいしょ、指が、わかります？あれ、なんか、あれ、な、え？なんか一本長い指ありますよね。そう。え？インコさんっていうのは、前が2本で後ろが2本なんです。はいはいはい。うん、文鳥さん、文鳥さんって、前が3本で後ろが1本なんです。え？なんでですか？そう、もう足の作りが違うんです、もう最初から。そう、くちばしの形も違うんだけど、足がもう最初からね、前3本、後ろ1本。そう、外ね、歩いにいるカラスとか、あの辺もね、前3本で後ろ1本なんですけど。はいはい、え、じゃあもともと、お外で暮らしてる子だったんですか？あ、そうですね、文鳥さんもそうですね、うんうんうん。で、このインコさんっていうのはなぜか、前2本で後ろ2本っていうね。うんうん、木にちゃんと止まれるように。とかね、足が器用なんで、うん、大きな子だとね、自分で餌持って食べたりとか、はいはいはい、そういうことがね、できるんです。うん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 。ね、そういうね、違いがね、ちょっとこう、今そういえば種類が違うのがいるなと思って、わかりやすかった。あとね、まあ一般的な、ポピュラーな、セキセイインコちゃん。あ、綺麗。そう、この子も綺麗な、こう、ね、最近こういうカラーのね、パステル調の子が人気なんですけどね。うんうんうん、みんなとこ帰る。みんなとこ帰る。帰る。帰る。ピッ。ね、甘えん坊さんだね。そうそう、みんなもうね、うちちっちゃい時からいろんな子たち一緒にね、暮らしてるから、もう今もひなちゃんだけでみんなで。すごい隅っこに。そうそう、ひな団子になってますけどね。本当ですね。そう、おかめちゃんね、まだちっちゃいんだけど、体が一番大きいもんで、みんなおかめちゃんのところに寄ってくる。いや、おかめちゃんめちゃくちゃあったかくて。そうそうそう。ねえ、ね。ね、こんなちっちゃい子たちが今いっぱいいます。まだこれからもね、ひなちゃん入ってきますけどね。で、気になる方は早めに来て、はい、見てもらってね、うんうん。見てもらったりとか、さっきの豆ルリハとかいうのの、この子たちも、これグリーンでノーマルなんですけど、もっとブルーとか、いろんなカラーの子たちいるので、はい、言ってもらえば、ブリーダーさんからね、取り寄せもできますのでね。お願いします。はい。うん、で、そして、
続いてイベントが近々開催されるんですよね。あさって、はい、緑と太陽の文化祭って言いまして、高橋緑地公園でやります。はい。9時半から4時まで。うん、うん、うん。まあね、いろんなところの会社が協賛でついてくれてるんですけど、自衛隊が来てラッパ吹いたりとか、消防が来たりとか、はいはいはい。うん、豊橋のトヨッキーとか、うん、うん、うん。宗次郎くんとか、なんかいろんなのがいますね。うん、うん、うん。で、まあ、キッチンカーとかもいっぱいあるし、うん、ワークショップも、たくさんあるので、一日中ここで遊べます。はい。そして、なんと。そうですね。2時からは小鉄が飛ばす、小鉄が飛ぶパフォーマンスもありますので、はいはい、ぜひこのお時間に合わせて来ていただければ。2時から2時半の3時。その間に、まあ小鉄が、はいはい、飛んでます。小鉄が楽しみだなぁ。ぜひこちらの、緑と太陽の文化祭に、はい、ぜひ来ていただいて、お天気もいいみたいなんでね。はい。で、ここに行く子は、はい、さっきのひなちゃんたち連れて行けないんですけど、そうですよね。うん、フクロウさんと、うん、あと、まあ、小鉄は飛ばすのに、うん、小鉄は飛ぶのに行くの。あと、もう一つ。はい。さて、皆さん、誰でしょう？わかりますかね？ねえ、もうすでにここにいるんですが、なんと、あの子なんですよ。最近出ている。お、すごいすごいすごい。泳いでるわ、走ってる。かわいい。コールダックの王子と言います、この子は。かわいい。降ろせ、降ろせ、降ろせ。落ちちゃいそう、大丈夫かな。まさかね、またさっきのことはね、足が違うのが、はいはい、見えんじゃん王子、それじゃあ。それじゃあ見えんじゃん。はい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 、はい、はいはいはい、この子ね、ちょっとね、歩くには向いてない足をしてるんですけど、お水の中ではとってもちゃんとここヒレが、そう、水かきがね、ちゃんと、僕が王子だって。そう、意外とね、小さいと思うんですよね。そう、そうなんですよ。さっきね、片手で持ってたと思うんだけど、うんうんうん、で、これ普通のアヒルを品種改良して、うん、一番小さい、一番小型のアヒル、コールダックって言います。はいはいはい。そう、アヒルとね、人間って結構ね、歴史が深いんです。そうなんです。豊臣秀吉とかもね、アヒル好きだったっていう。へぇー。そう、昔、もうね、飼われてたの、平安時代から飼われてたっていうので。そうなんですね。なんか、まず、アヒルちゃんって、飼えるんだっていうのに、ちょっとびっくりしまして。意外とこの大きさだと、飼えるかなっていう。うん。うん。なんで、水浴びとかもね、普通に衣装ケースとか。あ、はい、はい、はい、うん。プラスチックな衣装ケースとか。うん、で、十分ですね。へぇー。で、ご飯もちゃんと水取り用のご飯っていうのがあるので、どこ行く？気になる？アヒルちゃんってなんかこう、お水の上で泳いでるイメージがあるんですけれど、ずっとお水のところに。ずっといるわけじゃなくてね、うん、この子なんかはね、常に私の足元に。そう、そうなんですよ。お写真見ました。いつもなんかね、足元にいるんです。安心するんだね。そう。ただね、足がね、あんまりこれ、陸上には向いてない足なので、下はちょっとツルツルのとこだと滑っちゃって、怪我をするんで、人工芝引いたりとか、まぁ、ちょっとクッションのあるようなもの、うん、にしておいた方が、ねえ、何やってるの、王子。ね、この、カタ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 は何？なんかね、探してるんだよね。そこでもね、噛まれても全然痛くないです。なんかちょっと、結構、くちばしが硬い感じがするので、痛いのかなって。全然痛い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 。痛くない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 。感情的に痛いって言っちゃった。痛くない痛くない。でも本当に痛くないです。なんかちょっと言いたくなっちゃう。そう。で、ね、コールダックちゃんね、男の子はね、この特徴的なこの尻尾が。はいはいはい。くるんって。尻尾がくるんってなってるの分かります？ここ、かかんだから。うん。これね、男の子の尻尾はね、くるんってなるんです。女の子だと。ならない。そう。この。あ、痛くない。でしょ？痛くない。痛くない痛くない。かわいいんですよ。ツルンツルンですね。そう、水をかけても全部水がツルツルって弾いてくる。ね、こんにちは。で、大きい、体重もね、800グラムぐらいなんで、1キロないんですね。うんうんうん、とてもね、かわいらしくて。かわいい。かわいい。鳴き声もね、そんなに大きくないしね。ねえ。そう、意外と変える。CM のように歌ってくれそうな、言ってくれそうな感じがしますね。ねえ。僕はね、もうとっても人慣れしてる子なんで、人がそばにいても全然平気。なんかもう体が結構丸々してますね。そうなん、自由だね、あなた ね、 もうね。でもなんか慣れてそうだね。そう、慣れててね、うん、太郎に
ちょっかいかけに行ったりとか。そうえ、ツンツンするってことですか。そうです。あ、ボタンが気になるの。ボタン気になるよね。いろんなものが気になるんだよね。ね、ね、また 目がちょっとね、私はこう人間っぽい目だなと思うんですけど、普通鳥さんの目より。本当だね、黒目があって、うん、なんとなくこう楕円形と横長というか。はいはいはい、はい、はい、本当ですね。かわいい。なかなかね、アヒルさんもなんかアヒルっていうと大体イメージはつくんだけど、はい、よく見ることってあんまりないと思うんで、ないないです、ないです。そう、近くで見てもらうと水かきにも血管があったりとか。本当だ。でもちょっと皆さんにはちょっとちょっと見づらい。見づらいですね。おじおじちょっといい？いや。わかった。いやだよね。いや。あ、ごめんねごめんね。いや。皆さんわかりますかね。血管が足のところにあるんですけれど、ね、足のね、水かきにあるんだけど見せてきて。いやか、いや自由だな王子、うん、え、コールダックちゃんは王子だけですか。そうですね、今 この子だけそう、あの一応ねお名前王子とつけてるので、うん、王子ちゃんですけど。でもなんか本当こてあ見えたかな、ちょうど血管が、はいはい、見えましたね。なんとなく血管があるのが、ね結構羽ばたく時も風が強い。そうですね、うん、ね、ちょこっとは飛ぶ、ね、ね、この子はね、あの一応ちょっと羽を切ってあるので、はいはい、羽切ってないと少しは多少飛べてしまうので、へー、あー、落ちるの危ないからこっち来てて、はい、なんか新しいキャラクターが。そうなんです、はい、あ、新しいキャラクターが、うん、で、あの高橋緑地公園、芝生とかね、が多いので、そういう土の柔らかいとこでね、はい、王子と遊んでもらうスペースなんかも作ろうと思っているので、はいはいはい、明後日はぜひ。話してしまったらもうどっか行っちゃいそうですね。これがずっと人の後ついてくるんですよ。なんかまた可愛いね、うんうん、ずっとついてもらってくる、うん、自由だねあなた、ね、自由だね、ね、ママ大好きだもんね、ね、もうね、ずっと見てられますよ、うんうん、意外とね、コールダックちゃんっていうのも、あの、あんまり飼う、お家で飼うっていうイメージがないかと思うんだけど、うん、まあ、このサイズだったらいけるかなっていう。うんうんうん。なんか飼い方をしっかり学べば。飼い方さえ、うん、あの、ちゃんとしてあげれば、全然、かわいいです。めちゃめちゃかわいいんです。もう皆さん、好奇心旺盛で。王子を見に。そうなんです。はい、高橋緑地公園遊びに行ってみたらいかがでしょうか。一応ね、めちゃくちゃかわいい。痛いよ、でもやっぱりちょっと痛いよ。王子ね、一応あの、もともとあの人間で王子様だったけど、魔女にアヒルにされてしまったという、ことで。ことで。そう、元は王子です。ね。だからね、失礼なことすると怒るじゃんね。ね。ねえ、ウェイ。抱っこするなよって。そうそうそう。失礼な。おろせ。おろせ。ね、じゃあまたぜひ高橋緑地公園にも遊び来てもらって、まあ、学校がちょうどなんか運動会だったりとかなんかするような方はあのお店の方に来ていただければ、王子も虎徹も、はい、太郎もおりますので、うんうん、はい、向山のね、円楽橋っていう交差点の角になります。お店の隣に駐車場はあるんですけど、分かりづらければまたお電話いただければ、はい、はい、ぜひまたね、王子にも会いに来ても、うん、会いに来てねって、うん、一応で王子もお迎えはできるんですけど、え、どうやってするんですか。なんか太郎くんは人形持ってくれたりとか、あ、じゃなくてあのお迎えお家に、お家に、お家に、あ、え、そう、一応ね、こてつと太郎以外は販売してるので、え、販売してるんですか。一応王子も、え、あ、そうなんですね。そうそうそう、なんかもう私はずっともう王子は来てくれるのかなと思ってたんですけど、そうなんです。なんで買いたい方があったらもしかしてお迎えされちゃうかもしれないけど、ちょっと早めに皆さんぜひ会いに、ね、かわいいからね、来てくださいっていうことで、はい、はい、はい、王子一日中こんな感じでお店で遊んでます。はい、かわいいね。はい、ね、また来、ね、また来週、来月、来月、はいはい、じゃあ波崎さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。